高島屋9階のアート展です。こちらには色鮮やかで目を引く作品がずらりと並んでいます。そしてなんとここには大谷選手にまつわる作品もあるんです。今日から始まったチャールズ・ファジーの 3D アート展。立体的に描かれているのが特徴のポップアートです。そんな中目を引くのが大谷選手の顔がデザインされた直筆サイン入りヘルメット。お値段は176万円。他にも大谷選手がデザインされたバットなど大谷アートが並びます。メジャーリーグのオールスターゲームの公式作品を作ったりですとか、アメリカオリンピック委員会の公式の作品なんかもずっと作ってます。作者はメジャーリーグとタイアップした作品を数多く制作していて、メジャーリーガーとの関わりが深い作家だといいます。目玉なのはやはりヘルメットですか？そうですね、やはり今話題の選手ですので、なかなかちょっと私たちには手が届かない値段になっている。それでもやはりこれぐらいでしたら大谷選手のバリューを考えたらお手頃なんじゃないかと思います。このアート展は JR 名古屋高島屋で20日まで開かれています。ところ変わって愛知県の観光を盛り上げようと開催されている国内観光活性化フォーラム in 愛知。ありました、大谷翔平選手の直筆サインが入った切り株です。去年3月の WBC 開幕前に大谷選手が侍ジャパンの壮行試合で名古屋を訪れた際にサインした切り株です。案内に乗ったんでもういきなり来ました。大谷君の痕跡に触れる機会がないので、はい、やっとやっと、はい、あやかれれば、はい、本当なら触ってみたいですけど、はい、嬉しかったです。こちらは長野県から来たという方。ほら、御柱触るじゃんよく。ゴリアク。長野県の諏訪地方で行われる御柱祭りが頭の中によぎったのでしょうか。サインめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。ご本人のサインってでも見たことはなかったので、もうそれだけでも感動です。この切り株、新たな観光資源になっているようです。